こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているこの3色を引き揃えて組み合わせて編んでいこうと思います。こちらがレースヤーンライトブルーですね。20番、約 20g、 80m 入っています。綿 100% レース針05から65になってます。こういうの使っていきます。でこちらも同じですよね。中は綿 100%、20g、 80m 入っています。でこちらがブルーグリーンです。いいの、こちらとこれがね、キラキラでレースヤーングリッターブルーです。20番、 20g、 80m 入っています。綿 97%、 ポリエステル 3%、 レース針が05から65になっています。こういうのを使っていきます。外からそれぞれ取っていきます。はい、ちょっとね、糸を取り出してきたんですけど、こちら1本ではなくて、これはね、こう糸玉にして、こういう風に持って、こう8の字にこうかけて糸玉にするんですけど、1回糸玉にして2本で編んでいこうと思います。モコタロウ本でもご紹介してるんですけど、このやり方がすごくいいのでおすすめですね。結構長さ入ってるので、これで糸玉を作っていきます。これでこういう風にある程度中心が巻けたら、中心部分をこう持って、で軽くこう中心を巻いて糸玉にしていきます。全部最後まで巻き切りますね。はい、こんな感じ、2つそれぞれ同じように糸玉にしてきました。でまあどっちからでもいいんですけど、2本取りで編んでいくので、まあ、一番外に来てるのと中心部分で残してる糸、こちらを2本取って、でキラキラのを1本にしようと思います。可愛くなりそうと思って、これで3本1本のようにして編んでいきます。で今回は、そうですね、8号にしようか。8号で編んでいこうと思います。で底を円で始めていこうと思います。輪を作って、で輪の中に針を入れて糸を取ってきて、鎖編みを1、2、これで進めていきます。で輪の中に中長編みを12個していこうと思います。輪の中に糸をかけて、ここは1つ目っていうことで3本一度に引き抜いて、でマーカーをつけていきます。中長編みの頭に、で糸をかけて輪の中に2個目っていう感じで、全部で12個編んでいきます。はい、こんな感じで12個編んできました。そしたら中心部分をこう引っ張って引き締めます。で一番最後の中長編みの今引き抜いたところで、この水色に変えて1段ずつ変えていこうと思います。こちらも中からと外から取って、ちょっともつれやすいかもしれないんですけど、まあね、レース糸は割とスッスー出てくるので、まあそんなにもつれないと思うんですけど、でこの水色の子を出してきたら、この一番最後の引き抜きのところで変えるので、ここはちょっとほどいて、こういう風にほどいて、でこの状態でこの裏にこの今まで編んできた濃い方を休ませて、キラキラはこのまま続けて編んでいこうと思います。でこの裏に足していく糸を当てて、でこちらでこの今から使っていく糸とキラキラのを合わせて、これで糸をかけて引き抜きで、こういう風に続けて編んでいこうと思います。で手前から向こうに針を入れて、で全部こう巻き込んで糸をかけて引き抜きをしようと思います。結構ややこしくなっていくと思うので、手前から向こうにずっと針を入れて引き抜いて編んでいこうと思います。で立ち上がりを1、2個してまた始めていくんですけど、こちらね、休ませた糸もこの後すぐ使っていきたいと思うので、ここで鎖編みを1つしたら、2つ目のところにこう巻き込んで、で2個目鎖編みで、3個目はしないんですけど、を立ち上げていきたいので巻き込んで、で糸をかけて裏返しにして、で一番最後の中長編みの頭、ここから始めていくんですけど、この濃い糸は巻き込めるなと思うので、糸をかけて、すごいね、ここややこしくなるかもしれないんですけど、こうやって
まあ、後で糸始末してもいいと思うので、これで針をかけて3番一度に引き抜き、これが1つ目ということで、またマーカーをつけて進めていきます。まあ、ずっとキラキラになっていく状態ですね。糸をかけて同じところに中長編みを2つずつしていきます。糸をかけて糸がある限り巻き込んで編んでいきます。同じところに2つずつ、2段目の増やし方ですね。これでずっとこの段は同じところに中長編みを2つずつ編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで編んできて、ここが一番最後ですね。ここで糸をかけて同じところに中長編みを2つで、2つ目のところでまた色を変えようと思います。ここの引き抜きのところで変えたいので、裏にこうやって休ませて、で次キラキラのと、まあ、ちょっとややこしいかもしれないですけどこれでキラキラの1本だけこう合わせて、で濃い方を最初だけですね、こんなにいっぱい糸があるので、こちらで用意して、で一番最後でここを引き抜き、これで色を変えれました。でここは全部巻き込んで編んでいきたいので、最初の中長編みの頭、あれや、手前から向こうに針を入れて、で引き抜き、これで2段目完成です。かわいいですね。これでまた立ち上がりに今数えないんで、まあ、位置して休ませた糸をここで巻き込んで、鎖編みの2個目で巻き込もうと思います。鎖編み2つ目で3個目しないんですけど、こうやって巻き込んだ状態で糸をかけて、一番最後の中長編みの頭、ここから針を入れて、で最初の方はこう糸が残っているので、ここは巻き込めるなと思うので、切れてるこの薄い色、これを巻き込んで編んでいこうと思います。こんな感じで中長編み、同じところに2つっていう感じで3段目の増やし方ですね。でここで一番最初のところにまたマーカーをつけていってもいいですね。で次は1つ糸をかけて、で糸があるので巻き込んで、中長編みを1つ、そしたら糸をかけて、次は同じところに中長編み2つっていう感じで3段目の増やし方で増やしていきます。で円の増やし方はいつもと同じなので、あの別で撮っているので、よかったら見てみてください。その増やし方でスーッと増やしていきます。で何段増やしましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで底を広げてきました。で今回は 1,2,3,4,5,6 段編んできてます。まあ、いつもは6で始まるんですけど、今回12で始めているので、まあ最後の目数もちょっと多くなってますね。でここでちょっとサイズを測って進めていきます。大体にはなるんですけど、14センチぐらいになってます。で一番最後は1,2,1つずつ中長編みを入れて増し目で、1,2,3,4,1つずつ中長編みを入れて増し目で、4,1つずつ中長編みを入れて増し目の段で終わってます。これとかも何か参考にしてみてください。でここからね、柄を編んでいこうと思ったんですけど、まあここまででめちゃくちゃ可愛くなったので、このまま中長編みで同じように色を1段ずつ変えて編んでいこうと思います。でここでこの濃い色で今引き抜いたところなんで、また立ち上がりのところで巻き込みながら1で、またここで巻き込んで2で、3個目は編まないんですけど、こうやって置いて糸をかけて、一番最後の中長編みの頭、ここから往復編みで同じように編んでいきます。同じようにで、ここからは増し目なしで編んでいくので、一つに対して一つずつ編んでいきますね。ここは一つ目っていう感じで、糸をかけて一つに対して一つずつ編んでいきます。でこれで、まあ、ずっと増し目なしで編んでいくので、何段側目編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。ここから1段目っていうことで、横にマーカーをつけて進めていきます。はい、こんな感じで側目編んできてました。で横幅に対してもうちょっと深さ欲しいなと思った時に、ここで糸が切れちゃったんですね。なくなっちゃったんで、まだ同じようにあの糸玉にして、もう一玉あればいけるかなと思ったので、もう一玉分同じようにして続けて編んできてました。なので同じぐらいの大きさにされたい場合は、最初からあの糸玉にせずに
2玉1つずつ出して2本1本のようにして編んでいかれるといいかなと思います。でここで、まあ、次はねそのどうしようかなと思ったんですけど、まあ、ここで持ち手をつけていくんですけど、この濃い色で3本でここから何段か、まあ、細編みしようかな、まあ、細編みで何段かしてで持ち手をつけていこうと思うんですよ。なのでこのキラキラと薄い色はここで離していこうと思うんですよね。なので一番最後の中長編みのこの引き抜くところで糸をカットしようと思うので、手前ベラなのでベラに糸を当てて、でここでもう一本足りないので、まあ、こちら側はね持ち手も編んでいこうと思ってたので1本ずつこう足して進めてきてました。でもう一本ここで足していこうと思います。3本にしたいので取って、でここで足りない分1本当てて、でここでこの水色のも押さえて左で用意しますね。3本で押さえ直して、ここで糸を持ってきて変えました。3本かかってますね。で1回だけここを全部糸を巻き込みたいので巻き込んで、最初の中長編みの頭針を入れて引き抜きで立ち上がりを1つして、で一番最後の中長編みの頭裏から刺して、ここからも往復編みで編んでいこうと思います。でここで水色のはもう編まないのでカットしていくので、ここで何目か巻き込んで編んでいこうと思います。ここは1つ目ということでマーカーをつけて進めていきますね。で裏に糸を当てて巻き込んで何目か編んでいきます。はい、こんな感じで結構巻き込んできたので、次針を入れて巻き込まずに置いて切り離していきます。で切り離していくんですけど、中で緩みがあると思うので軽く1本ずつ引っ張って緩みを取って、でここで糸をカットします。でここから、まあ、同じように1つに対して1つずつ細編みを編んでいきます。中長編みの頭を1つずつ取って、ぐるっと一周マーカーの手前まで同じように細編みを編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように細編みを編んできました。一番最後も同じように細編みをして、で中表で編んでるので表を見て引き抜くので輪を大きく出して好きで見せていこうと思います。まあ、ここからはちょっとね引き抜きとかも目立ってくるかなと思うので、ベラから針を刺して輪をかけて引き抜き、立ち上がりを一つして、一番最後の細編みの頭裏から取って、まあ、ここの糸は巻き込めるなぁと思うので、こうやって巻き込んで細編みをまた編んでいきます。でまた一つ目ということでマーカーをつけて、このマーカーつけっぱなしでもいいですね。一番最後のところはここっていうことで、これでずっと進めていきます。でこの糸がある限りここは巻き込んで編んでいきますね。で側面の段編んだかお伝えしてなかったので、ここでちょっとお伝えしていこうかなと思います。でマーカーのところここなので、この上から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21段中長編みで編んで、21段目が細編みになってます。それで進めていきます。で細編み何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで往復編みで 1,2,3 段編んできてます。で中表で編んできてて、表を見て引き抜くので輪を大きく出して、最初の細編みの頭を裏から取って輪をかけて引き抜き、立ち上がりを一つして、一番最後の細編みの頭をまた裏から取って、こういう風に進んでいきます。でここは一つ目ということでマーカーをつけて、でここからは持ち手を編んでいこうと思っていて、いつもと同じ割り出し方で割り出していきます。一周が72目あって、それを2分割にしたら36、36で36片面をさらに3分割にしたら12、12、12で割り切れるんですけど、ちょっと中を広げたいと思うので1つずつ中に持ってきて11、14、11で決めていこうと思います。なので今1細編みをしたので、いつも同じなんですけどね、2、3っていう感じで11細編みを編んでいきます。は
はい、こんな感じで細編みを11編できたら、ここでいつものように鎖編み1、2、3という感じで鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、今回鎖編みは60編みで決めていこうと思います。で、この間は14を受けるので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14を受けるので15個目、ここに針を入れて細編みでつなぎます。細編みでつないだら、またここは1つ目ということで11細編み編んでいきます。はい、こんな感じでもう片方も11細編み編んできました。そしたらこうやっていつものように半分に折ってみて、半分の中でこのセットが入っているか確認して、入っているのでもう片方も同じように11細編みをして14を開けて、今回60鎖編みなので60編んで11細編みを最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして持ち手がつけてくれました。で、一番最後の細編みしたので表、まあ、裏を見て引き抜くので、手前から向こうに針を入れて引き抜きで、立ち上がりを一つして引き抜きではない一番最後の細編みの頭をまた裏から取って、ここからもう深編みでいつものように編んでいきます。で、ここは一つ目ということでマーカーをつけて、で、一つずつ細編みを持ち手のキワまで編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のキワまで細編みを編んできたら、いつもと同じように一番最後の一つ手前、ここをこういう風に取って、この状態で一番最後を飛ばして鎖編み一つ目、ここを裏山をこうやって避けて、で、ここを取ると結構スッキリ見えるのでこうやって取ってますね。で、3本を一度に引き抜いて、ここは2目を一つにしたところなのでマーカーをつけていくと分かりやすいと思います。で、裏山を取って、この鎖編みのところは裏山を取って、取ってて手前に避けて、向こう側して2本のところ、ここで糸を取って細編みですね。裏山をこうやって避けるようにして向こうをして、ここで糸をかけて細編み、それで鎖編みのところをずっとこうやって細編みを編んで、あと3点同じところ、この引き締めで編んでいきますね。で、往復編みで何段か編んでいくんですけど、2段目のところでも引き締めて、まあ多分2段で今回も編んでいくと思うんですけど、2段目編んでいくときもこのマーカーのところが一番最後っていう感じで、2目一つにしてこうやって引き締めて編んでいきます。で、まあそうですね、今のところは2段って思ってるんですけど、まあここも鎖編みの上何段編みましたっていう感じでお伝えしていきます。はい、こんな感じで編んできてました。で、いつも2段編むんですけど、まあ今回はちょっとちっちゃめのバッグなんで、まあ、持ち手が細いのも可愛いかなと思って、結構ね、細い持ち手も好きなんですよね、私。可愛いですよね。それで仕上げていこうと思うので、中表、表出来上がりを見て、手前から向こうに最初の細編みの頭に針を入れて、ここで引き抜き編みを一周していこうと思います。で、一つ目ということでマーカーを付け替えて、一つに対して一つ。針を入れて、糸をかけてきて引き抜き。ぐるっと一周、ここは詰めてきたんですけど、一つずつ引き抜き編みをしていきますね。ぐるっと一周マーカーの手前まで引き抜き編みを入れていきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。で、一番最後はせずに、ここで糸をカットして、で、セット抜いて、で、私はこの持ち手の中も引き抜き編みをしていくので、またこの3本で使うので、束ねておいておきます。で、糸始末をしていきます。最初の引き抜きのところ、下から上に取って、で、針に糸を通して糸始末していきます。こうやって通したら、こういう風に出てきたところに戻って、で、後ろ側に戻ったら、この目が周りと目の周りと同じぐらいの目が残るようにして、で、裏にこう返し返して糸始末していきます。ちょっと進んで、で、糸をこうかけて、で、進んで、で、引き抜いたら、また、こうやって糸を引っ掛けて、この内側に持っていきますね。中側に持っていきます。こんな感じで何回かしたので、ここで糸をカットして、カットして、で、この内側も引き抜き編みを入れていきます。これでもうちょっと太くなりますね。この中表で見てるんでちょっと見にくいかもしれないですけど、出来上がりを見てちょっと上がったところ、どの辺からでもいいんですけど、
して針を入れて置いてた糸をこうやって持って裏に糸を当てて、でここで押さえ直して引き出します。で次の目に針を入れて1回だけこの糸を止めていきますね。1回こうかけて引き抜き編みをします。そしたらここは1つ目ということでマーカーをつけて、で次の目に針を入れて、で次は巻き込まずに置いていって引き抜きをすることでここで糸が止まってくれるんですね。で止めた状態で後で糸始末していきます。でこういう目のところを全部1つに対して1つずつ引き抜き編みをしていきます。こうやって一番最後のところをすると、ここ目が入ってるんですけど、目が入ってるところも針を入れて引き抜き、で細編みの頭を針を入れて引き抜きで一つずつ取っていって、反対側も今と同じところを入れてくるっと一周マーカーの手前まで引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じで内側も引き抜き編みを一周してきました。そしたら一番最後の目も針を入れて引き抜き、それで糸をカットして、でスッと抜いて、で反対側も全く同じようにしていきたいので、ここで束ねておいておきます。でさっきと同じように最初の引き抜きの目を下から上に取って、で針に糸を通して、で周りと同じぐらいの目が残るように目を残して糸始末していきます。こんな感じで、それで裏に返し返して糸始末していって、で反対側も同じように中表にしているので、表出来上がりを見てちょっと上がったところからぐるっと一周引き抜き編みをして、糸が残っているところ全部同じように糸始末して完成させていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして仕上げてきました。こちら裏なんですけど、裏に糸始末をして全部糸もカットしてきてましたね。で裏はこの水色が多めに出ていて、で表に返すとこの濃い方が多めに出てますね。ちょっと雰囲気が違って面白いなと思いますね。細編みの深編みみたいな感じで、これでちょっとね表に返したのでサイズを測っていきます。はい、でサイズを測っていきます。大体にはなるんですけど、まあ、マチは測ってるのでペタンとした状態でこの反ったまんま測っていこうと思います。まあ、一応、側面が、21.5cm ぐらいになってますね。全体測って意味あるかわからないですけど、28センチぐらいになってます。で、横幅もペタンとした状態で測っていきます。だいたい26センチぐらい。27。26センチぐらいになってます。そして、この中をいつものように測っていきます。まあ、肩からかけれるぐらいの長さになってましたね。で、こういうふうに測ると、だいたい 35.5cm ぐらいになってます。で、持ち手の幅を測ると 1.5cm ぐらいになってます。で、糸はこの水色が2玉使って、で、このキラキラのラメも2玉使いました。で、こちらのエース糸、こちらのブルーグリーン、こちらが4玉使いました。こういうところも何か参考にしてみてください。まあ、色の入れ方によってもだいぶそういうところは変わってくるんだと思うんですけど、これぐらいの大きさで、糸の数とかも参考にしていただければなと思います。まあ、もうちょっと大きくされたい場合は、ここからもうちょっと糸玉も必要だなとか、いろいろそういった感じで、形も変えて編んでみてください。可愛く編めるので、まあ、中長編みだけでこんだけ可愛く編めるので、ぜひ編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。